あ、でも、そういえば今日、カズさんが、あれを発表してたね。ニューブランドを発表してましたね。カズさん、リアルビジネスもめっちゃ頑張ってる。すごいっすよね。カズさん、マジ、本当にやばいよな。いや、だってさ、カズさん基本ソロじゃないですか。その実写動画もゲーム実況も基本ソロでしょ？ソロでやってて、で、実写も、実写チャンネル、メインチャンネルと、勝村工務店とかやってて、プラス、ゲームの動画も毎日やってて、で、僕たちとも生放送とかでちょくちょく絡んでくれたりしつつ、シアターの会社の社長もやりつつ、カズさんの YouTuber の会社の社長もやりつつ、プラスアルファで今回新ブランド立ち上げたでしょ。すごいよな。アウトドアブランド、確かに好きな人はもうめっちゃいいでしょうね。僕アウトドアあんま行かないけど、キャンプ行くときは買おうかな。カズさん複数にいる説。いや、でもカズさん結構家族との時間も大切にしてるからな。パワフルだよな。いや、でもやっぱね、僕もね、いろんな社長とかと会うけど、やっぱね、みんなパワフルなんだよね、本当に。本当に、うわ、こんなパワフルなんだっていうぐらいパワフルな人多い、やっぱいろんな社長と会うと。僕も頑張ろうって思う、本当。僕も結構ね、体力ゴリラの自信あるんだけど、パワフルな方だと思うんだけど、僕自身も。いや、やっぱね、社長はみんなそうなんだろうね。パワフルに生きていきたいですね。娘さんおんぶしながらマイクラしてる。すごいよな。僕だったら、いや、わかんない。僕、子供いないからわかんないけど、僕だったら、ちょっとお父さん今仕事中だから、あっち行ってよね、っつって。言っちゃいそうだもんな。てか、言うでしょ、普通。お父さん仕事中で今、ね、今あれだから、ちょっとあっち行っててね、っつって。言っちゃうな、絶対。今日もご視聴ありがとうございました。よければ、他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。